アルトマンの聖母、アルトマンの聖母、イ、マドンナ・オルトマン、エオルトマン・マドンナ、または、マグダラのマリアのいる、聖家族は、57.2x45.7cm の大きさの、カンバスに、テンペラと金で描かれた絵画である。1495から1505年に、アンドレア・マンテーニャが描いた、この作品は、現在ニューヨークのメトロポリタン美術館に、 所蔵されている。カンバスの仕様と、トリブルツヨの聖母などの作品との様式的、類似性により、マンテーニャの後期の作品と考えられる。背景の果物の生垣は、トリブルツヨの聖母と、勝利の聖母を想起させる。本作は、マルコ・ボスキーニが、ベネツィアのオスペダーレデッリ・インクラービリで見て、女性の成人のいる、聖家族に似ていると描写した作品であった可能性がある。 1902年に作品はナポリの伯爵アゴスト・ダイウティによってロンドンのイギリス人古美術愛好家に売却された。様々な所有者の手を経た後、1912年にアメリカのコレクターであるベンジャミン・アルトマンに購入され、1913年にメトロポリタン美術館に依存された。タティアナ・パウリ、マンテーニャ、セイリエ・アートブック、レオナルド・アルテ、 ミラの 2001ISBN9 兆7888億8310万1878カタログエントリーハットジョンポ・ポップヘネシー・ザ・オルトマンマドンナ・バイ・アントニオ・ロッセリーノ・イン・メトロポリタン・ミュージアム・ジャーナルボリューム3メトロポリタン・ミュージアム・オブ・アート1970ありがとうございます